はい、皆さんこんにちは。フォゲマ編集部のオレッチです。フリーライターのマフィアカジャです。はい、よろしくお願いします。本日はですね、ライターのマフィアカジャさんに来てもらっています。はい、一応我々の関係性を、ね、説明しておきますと、カジャさんがですね、メインパーソナリティを務めているレディオフォーゲーマーカップカトカリというラジオ番組がありまして、はい、こちらですね、各週金曜日の21時半から文化放送さんで放送しています。はいはいはい、今日はなぜこちらにいらっしゃるんですかね。それはね、これゲームライターの皆さんご存知の通りだと思うんですけど、はいはいはい、意外と今まで触れてきてるのって、やっぱコンシューマーゲーム、はい、PC ゲーム、まあ、その辺のやっぱりいわゆるゲームしたゲームなんですね。はいはいはい、でスマホゲームって実はそんなに触ってないのよ。なるほど。最近ようやっと番組とか仕事とか関わるようになって、どんどん触る人が増えてきたんだけど、まだ経験値足りないということを自覚してるわけ。なるほど。だからその点で、はい、まあ、せっかくだからね、はい、まあ、まさしく現代っ子のオレッジ携帯でゲームやって、携帯でネットやって、はいはいはい、携帯でしこる、そこで携帯で全部スマホで済ます世代のオレッジからいろいろと教えてもらおうと思って、はい、なるほどなるほど。そうでしょ、オレッジはそうでしょ。まあそうですね。PC 触る時間って携帯触る時間どっちが長い？間違いなくスマホの触ってますね。だよね、はい、俺 PC 触る時間の方が長いんだもん。それ多分現代でかなり珍しいと思うあ、これがね、現代っ子の正しいなんか生き方らしいんだけど、俺はまだまだ追いついてないから、そこをね、ライターとしてはずっと若いアンテナを立て続けないと、はいはい、死んじゃうから、そうです。だからその辺俺たちから教わろうと思ってさ、はい、俺、気になってるゲームっていうか、はいはいはい、こういうゲームがあるんだよねっていう点で、いろいろピックアップしてきたんだけど、なるほど、なるほど、本当はあれなんですね、うん、仕事に対しては真面目なんですね。そうだね。ゲームライター一応本職をちゃんとやってるんやつ。そうですね、やってますからね。なるほどなるほど。なんかいろいろこう挙げてもらってますけど、うん、そうですね。じゃあやっぱ今すごい勢いがある、うん、まあ、一番最初に挙げてもらったモンスターストライク、うん、ちょっと様子を見ていきたいと思います。いや、これなんだけどさ、はいはいはい、やってるんだよ、俺一応。あ、そうなんですね。一応俺、はいはいはい、インストールしてゲームは遊んでみたんだけれども、はいはいはい、全く最初の方から全然、チュートリア終わったくらいまでしか行ってないと思う。だからその辺もね、まず教えてもらいながらやろうと思って。なるほどなるほど。これ今もう画面出てるのかな。これ今多分こっちのこのカジさんの奥側に出てると思います。そうですね。これまあ、一応どのタイトルかっていうのをざっくり説明しますと、うん、まあ、ビリヤードみたいなゲームです、うん、まあ、結構知ってる人も多いと思うんですけど、ビリヤードみたいなゲームでこう、うん、自分のキャラクターを弾いて敵にぶつけてダメージを与える、で敵を全滅させていくっていうゲームですね。まあ、その辺決まりって分かりやすいよね。そうですね、すごいゲームシステムですごい分かりやすいんですよ。でこれさ、はいはい、まず最初に聞きたいのが、はい、モンスターなんだけど、モンスターボックス今どんなのかなと思って、はい、さっきね、のび太をゲットしたんだ。ミッションですぐ手に入るっていうか、はい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 、ツイッターでつぶやいてのび太ゲットしたんだけど、これ入れた方がいいの？これ入れた方がいいですね。星いっぱいあるよね、このそうなんですよ。これ今星最大で5のやつが6に進化するんですけど、うん、なんでこれ今一応最高リアリティのキャラクターなので、能力も今5000、5000、うん、約200ぐらいなんですけど、ちょっとさっきのリドラとか見てほしいんですけど、リドラとかだともう本当1000、1080とか、ちょっとめちゃくちゃ強いんですよ。ノビタは寝てるだけでこんな光放ってるいやこれなんでこんなシャイニー、こいつ進化するのすごいんですよ、うん、マジか。結構コラボ多いの？モンスター多いそうです、そうです。今までちょっと前とかだとタートルズ、ああマジでのコラボとかもあった。金エイジミュータントタートルズ、イエス、その通りです。ゼロゼロファッションヌルポーのやつ、いや、そこまでちょっとわかんないですけど、あ、ちょっとわかんない。俺と同い年だよね。え、違いますよ。嘘、カイザさんの方が1個上ですよ。あ、俺1個上？そうっすよ。え、1個違うだけでこんなに違うわけないっしょ。住んできた世界が違うんですよ。あ、そうなんだ。携帯でオナニーするやつだ。違い、PC 使うわ。顔できれいだ。キャラクターのデザイン的にこういうのが多いです。これまあチュートロやってるから知ってるんだけど、こうやって弾くんだろう、はい、そうですそうですそうです。角度的にはもう当てるとダメージ当たって倒していく。おお、強いな、伸びた。で今多分一瞬当たったと思うんですけど、これ味方に当てると味方の友情コンボっていうのが発動されるんですよ。で味方に当てると今出てますね、この上上下の矢印とか弾がこう出てたりとか。じゃあちょっと効果狙ってみよう。当てるとこれ技が出てくる。なるほどね。そうなんです。あ、これ初めて見たっていう風に、味方のその味方に当てるか敵に当てるか考えながら、うん、一番的に多くダメージ与える方法を考えるんですよ。あ、これ面白いな、はい、こう来て、じゃあこの中スクラッシュ強いから、これ技名ってあるか、いられます。で今みたいなのだと、今ホーミングっていうこう自動で敵を追尾してダメージ与えてくれるんですけど、あ、もうこれとか今もう3匹並んでるんで味方が、
梅岡田デーバー、これ当たるかな、サムキー。ただですね、その右の赤いリドラいるじゃないですか、あいつ爆破なんですけど、あの爆破に当たった味方は勝手にこう友情コンボが発動するんですよ。マジで。なんでリドラに当てれば多分全員発動する。あ、ほんとだ。あー、すげえこれ。そうですね、っていう感じでこう進めていくんですね。あ、意外と奥が深いな。そうなんですよ。最初はなんかビリヤードみたいなゲームかなと思って、はい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 、こういうスキル入ってくると違うな。そうなんですよ。で、今キャラクターにですね、一番下の4人並んでるところに、キャラクターの左に数字ついてるじゃないですか、あれがこう1回動かすと1個ずつ減ってくるんですけど、それが0になるとストライクショットっていう強い技が出てくる。これ倒しちゃいそうだな、その前に。ドライブショットね。そうなんです。数字が今たま、いや、まだちょっとこれまだちょっと間に合わそうです。で、今一番真ん中に敵いるじゃないですか、あそこにちょっとなんかこうなんか六芒星みたいなのクッと待ってるじゃないですか、あれ弱点なんで、あれボスの弱点で、あそこに当てるとめっちゃ大ダメージが当てる。あの頭の部分に当てろってことか。そうなんです。こんな端っこにいるとき、少し近いな、頭に行ったの。それ、カイドさん、これあるあるだ。あ、これ拾ってください。あの、スライ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 ス自動でやってくれよ。やってくれない。いや、この、あるじゃないですか、MMORPG とかでも、自動でしとくよりも、自分でこう拾っていく方が、ねんだな、そういう感覚があるんですよ。はい、といった感じでですね、ステージ1、というか、まあ、ウイジンの2ですね。ウイジンの2、はい、クリアしましたけど、どうでした、梶田さん。いや、チュートリアやってからずいぶん時間経ってるから、はいはいはい、忘れちゃってたけど、はいはいはい、スキルっていう概念を、ね、はいはいはい、改めて認識したわ。あれ、なかなかいいシステムというか、面白いですよね。で、今ですね、クエストをちょっと見てもらうと、マルチプレイっていうのもあるんですね。うんうん、例えば、梶田さんが募集するとか、ああ、他に3人のプレイを呼んで、ああ、1人1体ずつモンスター持ち寄って、クエストに挑戦できるっていう。うんうん、で、これ、今できるの、マルチプレイ。あ、できますよ。せっかくなんで、じゃあ、僕も混ざって。あ、いいのこれ、できるの。やってみましょうか。で、ちょっとじゃあ、早速始めてみたいと思います。もうこれもう、カジさんの思った通りに操作していただいて大丈夫です。多分、このステージはすごく難度が低いものになってるので、え、でも上級って書いてあるとき、曜日団長っていうのがあるんですけど、まあこれお金がいっぱいもらえるクエストなんですよ。僕のキャラクターですね。強そうだ。これ、結構ありますよ。まあ、あと見てもらえる。おー、俺出番ねえぞ、これ明らかに俺の出番ねえぞ、これ。で、マルチピラーのポイントとしましては、次、のび太の番なんですけど、のび太見てもらうと、今、数字がどんどん下がってるの分かりますか？下がってる。あ、ほんとだ。16、これが0になると、何もせずにターンを終わってる。制限時間なんだ。そうなんです。あれあれ。ちょっと当ててみよう。味方に当てるのが多分、次、拾ってください。おー。あ、拾って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 、って感じで、こう、アイテム拾います。なんかこう他人のキャラを感じて遊ぶってわけじゃなくて、本当に他人が操作してくれる。そうなんですよ。本当にリアルタイムに遊ぶことになります。最近こんなのできるようになったんだ。できるようになってますよ。すごいですね、最近のスマホゲームで。いわゆる非同期というか同期型のゲームですね。とリアルタイムにこれやってたんだな、あのサラリーマン。そうなんですよ。どうですか、サラリーマンの気持ち。まあ、確かに盛り上がる気持ちは分からんでもないよ。きっと結構歯応えのある男女に挑んでたんだろうね。でもベロンベロンだったからね、あれベロンベロンでもモンストをやるっていうにあの知力はあるんだと思って。でも本当ぶっちゃけ俺あんまり考えずと思う。ステージによってはね、クリアできちゃう。すごいよ、もうやったか分からない。俺なんかすごくね、これ。これは味方うまく、あ、これが今ドラえもんコラボの。背景イラスト出たね。そうなんです。で、普段はこのステージだと、なんていうんですかね、この亀みたいなやつばっかりなんですけど、今はクリアすると、ちょっとどのタイミングで出るかまでちょっとまあ確認しても分かんないですけど、うまくいくとドラえもんが出るらしいんですよ。マジで？ドラえもんがドロップするんだから、ね、ドラえもん出てくれるの。そうなんですよ、ね。入手できます。確率とか超低かったですよ。いや、僕めっちゃやってるんですけど、このステージとか、出る、ドラえもん出るって。全然出ないんですよ。マジか。僕欲しくて今ちょっとこれ選んじゃったんです。こういう、そうなんですよ。相手こう敵の周りに数字がいっぱいついてると思う。これドラ焼き何これ？これは回復書いてます。これもコラボ限定のやつです。おー、いやー、これはどうしようかな。俺っちのあれに当ててみる。こいつ結構ホーミングって強いし、
こういうところに立って、おお、いい感じじゃないですか。でこのホーミングだと結構相手の弱点にも当たりやすい。気持ちいいなこれ。そうなんですよ、爽快感もあって、これあ、拾って拾って拾って、これで来たのかな。おお、ガット一撃か。あ、これ今ちょうどストレッチショットが出る。ちょっと一回戻してもらっていいですか。で、B 下のそれ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 、これこう、これで敵にぶつけると、あ、これぶつけない。そうです、でもなるべくこう、あーあー、これでも走ってないとか、こうやってこう本当は今のところで真横とかにすると、あの、無駄な走りがなく、あー、カカカカカってなる、あー、なるほどね、するんだっていう必殺技によってこういろいろ使い分けてるっていうのもあったりするんです。あれ、これ報酬画面なんですけど、見てください、あのクローバー極み、極み10って出てるね。そうなんです。あ、この右側の10はちょっと今イベントのやつなんですけど、この極みっていうのになると報酬がこう追加で2個確実にもらえます。俺1個も追加ないの、2パーだったんで。それなんか久しぶりに入ったらさ、石いっぱいもらったんだよ俺。なんかすごい、めちゃくちゃ持ってるじゃないですか。68個って、まあこれ課金したことねえんだけど、はい、これすごい、最初のすごい溜まるんですけど、うん、溜まってますね。これなんか引いた方がいいのがね、伸びた系のやつが出る可能性、伸びた系というか伸びたくて強いやつが出る可能性があるんで、うん、マジで、まあ、引いた方がいいんじゃないですかね。どうあ、もう一緒です。